キルトジャガートジャージーというですね、素材についてご案内していきたいと思うんですけれども、こちらのですね、素材に関しては、今僕が着用しているスナップボタンカーディガン、キルトジャガードパンツ、キルティングジャガード PO、キルティングジャガードスカートとですね、4つのアイテムに活用されている素材で、今回のシーズンの中でもかなり、幅広くですね、いろんなアイテムに使われている素材じゃないかなと思います。で、まあ、名前の通りですね、まあ、パッと見でもわかるかと思うんですけれども、キルティング状になってるんですね、素材が。ただ、このキルティングっていうのが、皆さんキルティングっていうとどういうものをイメージするかっていうと、まあ、この今僕、ひょうたん型の柄が今映ってるかと思うんですけど、ここをまあ、いわゆるこう糸で、こう、縫ってるというか、ステッチで表現してるっていうのが普通のキルティングなんですけれども、これキルトジャガードっていうですね、網で表現してるので、実はこの、ここですね、この、縫い目っぽく見えるところって糸が通ってないんです。なのでキルティングって普通は糸が通ってるんで伸びないんですけど、こちらは伸縮性があります。でプラスちゃんとキルティングの素材と同様にですね、中には綿がこう流し込まれて入ってるので、ちょっとこう保温力っていうのですね、あるような素材で、まあ、ちょっとこの素材感って面白いかなというところで、まあ、今僕が着ている定番の、スナップボタンカーディガンにも採用されてますし、まあ、他のですねパンツだったりとかスカートだったりとかプローバーのアイテムにも、やっぱ広く活用されてます。で、まあ、中にこう中綿が、少し流されているとはいえ、こう、真冬仕様のめちゃくちゃ分厚いっていうよりは、本当にこう、ライトに、着こなせる素材感なので、着用時期もかなり長い素材感になってます。で、プラスですね、そこに、まあ、さっきも言ったんですけど、中にこう、中綿が入っているので、シルエットの出方も、すごい柔らかくて、ソフトタッチな素材なんですけど、立体的に出るんですね。なので、まあ、今季、結構そういうのも特徴かもしれないですね。ドレープのある素材に対してですね、こういう立体感のある素材っていうのが、結構ところどころ使われていて、まあ、もちろんアイテムの適材適所を選んで、そちらをですね活用しているというのが特徴で、本当にですね着やすいですねアイテムで、あ、これキルティングなのにこんな感じなんだっていうのを本当見てですね驚いてもらえるような、アイテムになっているかなと思いますので、こちらの素材もぜひご注目ください。